はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、無人機アマテラスです。さあ本日なんですが、無人という皆さんデッキご存知でしょうか。本日はですね、この無人という、もう今誰一人使ってないと言われているテーマをですね、ソロモードに存在してまして、これ、魔改造をしてきました。はい、もうまあソロモード魔改造計画の第何なんだ、ちょっとわかんない、第何だか忘れたけど、ソロモードで存在しているこの無人というテーマははっきり言ってあんまり強くはありません。正直、まあ、これを、まあ、現代遊戯王のパワーを使ってその魔改造するっていう、まあ、そういう企画なんですけども、無人か、どういうテーマかっていうと、無人はこのレベル4の無人モンスター、重戦士族のモンスターと、あと無人機と言われるこの無人が使う武器ですね、武器を使ってその無人を、まあ、サポートして戦っていくよっていうテーマでございまして、で、武器は墓地にあったり手札にあったりすると、その無人がいる状態だと、例えばこの8だったら墓地から除外して相手の魔法トラップカードを破壊するとか、表側のカードを破壊するとかっていう、まあ、そういう動きをしたり、あと手札からぶん投げると打点が上がるとか、まあ、そういうモンスターもいるんですね。でこういう風に戦っていくと、で無人の、エクシスモンスターが一応今回、エースになっているんですけれども、この無人エースモンスターたち、これがね、基本的にはまずね出しにくいんですね。縛りが強い、例えばスサノだったら無人レベル 4×2 だし、これカグツチだったら重戦士族レベル 4×2 だし、ツクヨミだったらレベル4光属性 ×2 だし、これねまずね出しにくいんですよ、非常に。でさらに言っちゃうと、これ相手のターンでなんかする効果何にもないですね、その全モンスターが。アマテラスってやつもいいんですけど、今回入ってないんですけど、このね4種類のエクシスモンスターが相手のターンで何かをする効果は基本的にはなくて、要は妨害が用意できないんですよね、相手のターンの無人だけでは。まあ、あのレベル4いっぱい並べてランク4から未来リオアとかそういうのはできるんですけど、やろうと思えば。ただ無人だけでは妨害が用意できないっていう問題点があって、でじゃあどうすればいいかと。で無人は何と相性がいいかっていうと、墓地肥やしと非常に相性がいいんですね。要は無人モンスターは、盤面に用意できている場合って、墓地に無人機があればありったけ効果使えるから、無人機まあ大したあるけど名称してるの大体ね、ただそのなんか魔法トラップ破壊したり表側破壊したりバン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 できるんで、墓地肥やしと相性がいいと。で墓地肥やしをどうやってやっていくかっていう問題なんですよ、あとは。まあ、墓地肥やしといえばですよね、まあ、それもみんなわかるでしょ、現代遊戯王で一番強い墓地肥やしなんですけど、まずホルスですよね。ホルスは、ランク8からのジ・アンデッド・ヴァンパイアという最強のムーブがあるし、あと手札に来た、無人機を捨てることもできるんで、王の棺で、これ最強ですよね、まずと。まあ、もう一個墓地肥やしといえば、そうティアラメンツですよね。このホルス・ティアラメンツという最強のギミックの中に無人を合わせて、まあ、一応ライトロードとかも入ってるんですけど、重戦士とかなんで、あのライトロードビースウォールとかが、これが、あると、まあ墓地超えればなんですけど、なんかすごい動きができるわけですよ。はい、これはねちょっと今日はお見合いしていきたくてデッキ組んできました。まあデッキ名は無人親衛隊です。まあ親衛隊の方がめっちゃ強いんですけども、残念ながら、はい、親衛隊で介護して無人でキルを取る、これ無視していきたいと思います。やっていきましょう、デュエルスタンバイ。さあ新たなる可能性を皆さんにお見合いしていきたいというふうに思っております。いきましょう。とりあえず炎舞天気を発動、炎舞天気によって重戦士族モンスター1体を手札に加える、まあ12獅子モンスターが大体手札に加わるカードですが、あと鉄獣とか、まあ僕はね、無人ヒルメンを手札に加えさせてもらいますよ、誰。そして無人トリフネル召喚、トリフネル効果発動、このカードをリリースすることによってデッキから、種族が異なる無人モンスターを2体特殊召喚することができる。うおー2体とも誰で、無人マヒトシの効果によって、自分の墓地から無人モンスターを1枚除外することによって無人を墓地に送ることができる。これによって墓地に送るカードは、まあ一旦8かな、8、誰、光の援軍を発動、光の援軍の効果によってカードを3枚墓地に送り、あー弱えな、と送られたカードは弱いけど、まあ悪くはないじゃん、悪くないだろう。そして無人マヒトスを除外して無人機ヒルメを特、無人機じゃないか、無人ヒルメを特殊召喚、うお光属性レベル4モンスター2体でオーバーレイエクシス召喚、現れよ無人艇ツクヨミ、
そして月読みのモンスター効果を発動。一ターンに一度素材を2つ取り、1つ除いて自分の手札を全て効果で墓地を送り、カードを2枚ドロー。うおー強え強くて草強くて草手札で、サリークの、効果によって、何持ってんだっけ俺。ああ、じゃあこれはちょっと待って、これ持ってきて、そしてさらにミネルバの効果によってカードをじゃあ墓地をくれ、まあホルサとでもいい。そしてペルレイノを発動、ペルレイノの効果によってデッキから特定のカードを1枚手札に加えることができる。さらに、ティアラメンチェイレーンの効果を発動、ティアラメンチェイレーンの効果によってこのカードを特殊召喚し手札からティアラメンツを墓地を送り、そしてカードを3枚墓地を送る。さらにティアラメンツクシャトリアの効果、いい、よし落ちたよし落ちた、危ねえ。ここで繋がっていく、ここで繋がっていく。ちなみに今何も落ちなかったらほんと何も起きなくてよかったんですけどねマジで綱渡り、マジで綱渡り。そして、ティアラメンツキトカロスの効果を発動するぜ。ティアラメンツキトカロスによってカードを1枚手札に加えることができる。もちろんティアラメンツメタノイズを手札に加えていく。さあこっから始まるティアラメンツ展開いくぜ。武人メンツキトカロスの効果発動、武人メンツキトカロスを墓地を送って、武人メンツ、クシャトリラを、墓地から特殊召喚。そしてキトカロスと、ティアラメンツクシャトリラの効果を発動。さらにカードを8枚ほど小屋さしてもらうぜ。うおっうおっ、あ、オッケー。なんかなんかシャドルのやつ落ちた。ちょ待って、これ先発動して、まあ、順番、まあ、ティアラメンツレイのハートはちょっと多分使わないから、これでいいか。で、サリークを回収で、さらにシャドールだけ発動して、なんかボイドちゃんはなんか属性の数だけ墓地をくれますよみたいな効果あるんですけど、これはちょっとくださいね、こうですね。で、はい、2枚、あーシーレーンはちょっと今墓地を送ってほしくなったな。で帰っていって、でさらにデストルドを効果起動します。で特殊します。で重シンクロを立って前にまずトリビカルマ バチコリと発動しまして、これ1回グリーフですね。で一旦、バロネスを立てまして、これで誘発ケア激予想ニビルケア、はい。で、フルールドバロネスが爆弾していく。そして、ティアラメンツグリーフの効果で落ちないよね、大丈夫だよね、ハウフにそう落ちない、ティアラメンツグリーフの効果発動、ハウフを墓地に送ってそのまま墓地を送ればいいか。でも結局レイノハートを送ってもちょっとコストがいるので、特殊召喚するときにね。なんでこれはこれでいい。でティアラメンツハウフニスの効果を発動、ハウフニスによって自分の墓地の融合祭を、デッキに戻して融合召喚を行うことができる。現れろ、うお、ティアラメンツカレイドハート特殊召喚、ふぃこれた、これあれだな、クライムもうねえからあれか、タコ破壊してもあんま見ねえか。一応ちょっと素材増やすためにレイノハートかなんか送っとくか。ティアラメンツカレイドハートの効果特殊召喚して、ティアラメンツカード、ちょっとこれあれだな、クライムまで入れてえな、クライムまで入れたい問題発生してるわ。ちょ上振れてるから、最高に最高に上振れてるから、ちょっとこれ魔法カード送ってトラップ回収の最強ムーブがしたいんですけど、ちょっと今手札的にちょっとコストがないのでこうしましょう。はい、これで OK です。はい、相手にとってクソがない、さあかかってこい。これが武人、新たなるニュー宇宙最強武人デッキ、過去親衛隊が2人がいるけど過去親衛隊2人ってかね、武人ってマジで、ね、相手のターン何もしないんだよね基本的に。あーだるい、無効にするしかない、それは無効にするしかない。マジでね、武人ってね、ほんとね、相手のターンなんかしてくれるやつ誰もいなくて、なんか対象体制とか破壊体制とか付与できるぐらいで、マジで相手のターン面白いから、相手のターンでなんかするカードを入れるしかないんですよ。まあ介護士、あの無人介護、まあ親衛隊って呼んでんだけど俺は、まあ実質無人介護士ティアラメンツ君とバロネツ君が頑張ってもらうしかないかっていう気はしてます。はい、さあ現在法スネークアイが爆弾して、まあちょっとティアラメンツメタノイズで裏側にしちゃえば、表側のカードなくなるんで、これはなかなか強いかなと。でさらに、墓地の送るカードを、まあ、融合したいのでティアラメンツハウフニスにさせてもろて、
で、カレイドの効果発動、まあ、一旦ちょっと現在法戻ってもろて、で、ハウフジスの効果発動。さあ、これで、キトちゃんが、蘇りまして、はいはいはい。時間ないから急げ。で、キトカロス爆弾。はい、OK。で、キトカロスの効果起動。ペルリーノの効果起動を、まあ、一応これ破壊する。あ、これあれだな、キトカロス破壊でもよかったな、キトカロス破壊でもよかったね。まあいいや。で、キトカロスの効果によってシェイレーン墓地送る。で、シェイレーン、ちょっと待って、時間ないから急がないと、マジで時間なくなる。これ相手のターンでも展開する都合上結構時間なくなるんですよね。で、ここでルルカロスも出していく。よし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 、いいぞ、だいぶ強い、だいぶ余裕。ポップルス召喚剣使ったか。これもうサリーク撃っちゃってもいいかもしんないな。これサリーク撃つか。サリーク撃って、でもちろん効果使います。でポップルスの、効果を止めます。これだってエクセルさもう使えないでしょ。多分ティアラメンツカレードハート持ち送ればいいよね。で、相手のポプルスを止めて、で、カレイドハートの効果によってと蘇ってきて、これなぁ、ちょっとあんま送るカードが、そんなに強ない問題発生してんだけど、いや、言うてそれリンクリボぐらいでしょ。いや、いけるでしょ。で、それはさすがに大丈夫。で、現在法はもうない。はい、ポプルス、いいでしょう。はい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 、いいでしょう。はいはい。よっよし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 。新兵隊強い。相手のターンは無人は何もしないけど、こっからが無人のターンだぜ。こっからが無人のターン。バロネス小変身。自分の墓地より現れろ。トリフネ特殊召喚。そして、まず、自分の墓地の無人機8の効果。無人モンスターが存在するため、相手の魔法トラップカード爆破エクスティングイッシュ、オッケー。そして、レベル4のモンスターが2体でオーバーレイネットワークを構築。エクシード召喚。あらあら無人艇スサノー、スサノーの効果を発動。オーバーレイウィットを1つ使い、手札に無人を持ってくるか墓地に送るという効果を持っている。そして、突き読みの効果を発動。このカードのオーバーレミットを1つ使い、すべての手札を墓地を食ってカードを2枚ドロー。うおーそして、村雲の効果。相手の持ってからのカードを破壊。つえーバトルこれ、殴ってたら勝ってませんってコメントしてくるやついたら、マジでほんと全員片っ端からブロックするからな。ああ今殴ってたら勝ってますよねってコメントしてくるやついたら、ほんとマジ片っ端からブロックするからよろしく。なるほどね、ドライバーすべきのうんこね。まあまあそのぐらいのハンデは良しとするか。レストイパッチワーク、なるほど、融合。エッジインプシザー、何エッジインプシザー、面白いカード入ってんじゃねえか。なんだこれ、ファーニマルか。あれですね、ファーニマルデストイにもちょっとそろそろ強化欲しいですけどね。マジ先行やることあんまない問題ちょっとあるんで、ちょっと先行やることくださいください問題が結構あるんですけど、融合杯。何ですかこれは。夢魔境だ、夢魔境じゃん、夢魔境じゃんこれ、出た夢魔境じゃん。やべ、激アツ夢魔境きた。エッチインプチェーン墓地送るの強。ホルスの栄光イムセティ、あはいはいはい、なるほど、ホルス夢魔境みたいなやつこれ。なるほど、エッジインプチェーンによって、デストイマイスターを、手札に加えてエッジインプシザーを召喚。でデストイマイスターの効果を発動。あ出た、これあれじゃん、最強ムーブじゃないこれ、出ました。これさ、あそうですね、逆とネイロイを特殊化するリクルート最強効果ね。でネイロイ効果、夢魔境の死とネイロイが手札に加わっていく。なるほど、でネイロイが特殊召喚されて強くてさ、で、でさらにリリースして、フィード魔法持ってきながら魔法カードを
イケロスの効果でサーチングすることができると。なるほどね。なかなかいい効果してんなこれ。で混沌も発動できてしまうと。なるほど。何これ2体で、あ、マスカレーナ、はい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 、マスカレーナ出てきて混沌の夢は今日強ない。ちょっと待って、盤面強い普通に。やばくない、これ普通に。これモンスターが多くは1回目ことリトルナイト飛んでくるでしょこれ。おい、ふざけんな、強えなそのデッキ。お、ちょっと待ってくれ。夢は今日はなんか返せるとかちょっと思ってた自分が恥ずかしいぐらい盤面強いぞ。やばい、さすがにやばい。助けて、援軍発動、援軍発動して、あ、クラウン落ちた、でかい。クラウン落ちたのでかい、非常に。で、ライトロード、まこれはね、こっちの方がいいね。で、メイデン持ってくるっしょ。で、エンタメイジトリッククラウンの効果で自分も特殊召喚したいです。さあ、もうモンスター効果向こう使え、使わねえか。さすがにな、さすがにな、さすがに使うわけない。で、ティアラメンツシェイレーンちゃんの効果発動したいんですけど、なんかありますか。特殊召喚した、あー、無効にされてしまった。これを無効にされると非常に厳しい。こっからこの効果を通してもらって墓地壊しなんとかするできやがね、基本的には。まあちょっと一旦魔一つを、まあ、かましに行くしかないかな。で、ハチを墓地に送って、特殊召喚、痛すぎる、いや痛すぎ、バロタこれハチの効果一応使いに行って、ハチの効果使いに行って、で、まあ、フィールド魔法割っとくか。これモンスター割れないと言っていいけどな。まあ、しょうがない。フィールド魔法割っといた方がいいんじゃないこれ。トイポットとか割ってもマジでアドバンテージ稼がれるだけなんで、フィールド魔法を爆破していく。いやー、難しい問題発生してますよね、これ。いや、これドローしに行くしかねえだろ。ドローしに行くしかねえ、マジで。で、これマジで、これ起動効果あんだよな。これ、ここにリトルナイトって言われると、まあまあうぜえけど、つくよみは、一応フィールドから離れると、なんか、モンスターリクルーターの、何、返す、機関効果あるんで、ワンチャン、ある。つくよみ効果通して。つくよみの効果通してください。さすがにね。さすがにね。シェイレーン、ちなみに効果で墓地をくれるんで、これ、強いんですけど、リトルナイトが出てくると、あー。なるほど、なるほど。リトルナイツの効果で吹き飛ばされる。で、吹き飛ばされた、つくよみくんの効果を発動し、これあれだよね、無人だったら何でもいいんだよね。レベル4の、あ、重戦出力か。まあでもいいや。で、重戦出力だから、これ、マヒトツが出てきて、いや、耐えてるぞ、意外と。意外となんか頑張れるかもしれない。これ、召喚するしかないけど。いや、でも、相手の妨害全部踏み切ったよな、これ。で、いや、ミネリバしかないっすね。マジでミネリバでワンチャン作りに行くしかないです、本当に。ガチで。掴みに行きます、ドリームを。遊戯王ドリームを掴みに行きます。うおー、あ、よしワンチャンあるめちゃくちゃワンチャンあるめちゃくちゃワンチャンあるやばい、これ来た来た来た、これ来たぞ。で、ティアラメンツ、サリークの。これでもさ、これ言うて、これ武人展開は多分このターンできないんだけど、おそらく。ただこれ無人で相手の妨害踏みに行ってるからね。これ普通によく考えてみんな。これ今無人で俺は今相手の妨害を踏んでますからね。リトルナイトとかいうモンスターの効果を。ええ。これ強いだろ。さあ SP リトルナイトの効果を起動して、まあ飛んでくるよな。まあ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  OK。リトルナイトで飛んでくるのはまあしょうがないか。あとは3000打点をどうにかしないといけないのか。3000打点うぜえな。で、シェイレーンからのキトカロスを出しに行かざるを得ない。はい。はいはいはい。はいと。はい。OK。で、キトカロス効果。いや、これさ、墓地肥やし全力した方が絶対いいよね。まあ、とりあえずスクリーム持ってくるわ。で、まあ、スクリーム貼る。スクリーム貼ります。で、ティアラメンツクシャトリラ出し行く、特殊召喚して、で、除外するのは何でもいい。これグリフでいいか。これだから、これで
これ効果まだ発動しなくてよくて、これ最後の最後でいいんですよね多分。これこれちょっとさ、直接攻撃できなくなっちゃうんだけど、ちょっと除去するわ。これ盤面作りに行くわ。リトルナイトの効果起動する。で相手の、天魔ネイロスを除去、除外。このターンね、この効果使っちゃうともう直接攻撃ができなくなっちゃうんで、まあ、ワンキルは取れないんですけど、これでも除去した方が強い。でティアラメンツクシャトリラ出して、でここで一気に使おう。でキトカロス効果、ティアクシャ効果で、スクリーム効果でバカみたいに効果使って、これ何枚だ、5678910111枚。11枚持ちこやし。うおー、いけー、よし、早くに装置だ、いける、あ、強い。めちゃくちゃなこと起きた。ボイド効果で、ハウフニス効果で、クライム効果。よし、いいぞいいぞ。これだいぶ強いんじゃねえか。やばいやばいこと起きた。よし、いいぞ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 。でカレイド、いやーこれどうすっかな。でカレイド出してマイスターを除去る。でボイドの効果でまた落ちる。でヘツカ落ちた。でライトロードビーストウォルフが出てくる。ティアラメンツカレイドハートの効果によってマイスターが除去れる。よし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 、いいぞ今のところいい。いやーでも言うてそんなか強い、そんな強いねえか盤面。いやーまあでもカレイドいるしな。で手札相手1枚でしょ。いや相手手札1枚、白雪とか落ちてくれてればな、結構なんかワンチャンあったんだけどな。まあでも大丈夫だと思う多分、さすがにさすがに。これ殴れないもんね、殴れないもんね。メインツ入る。いやまあ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 、まあ、リトルナイトもいるしね、リトルナイトもいるし、あとティアラメンツ、スクリームもあるんで、まあ、スクリームの効果で何か相手がモンスター出すと、まあ一応3枚壊しも入るんですけど、あーシザーか、なるほど。戻して特殊したところでなんか何も起きなくない、それ何も起きないと思うんだよねこれ。まあ一応スクリームの効果発動します。でスクリームで3枚墓地壊します。いやリンク3したところで何も起きないよ。ていうかまあなんならなんか何か起きようとすれば、あーレイノハード来た、レイノハード神。神神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 神、さすがに神。でレイノハート特殊召喚効果、発動。さあ墓地に送らせてもらいますよ、何らかのカードを。どうしますか。いやまあ無人どこ行った感はすごいあるんだけど、いやただこれ無人で相手の妨害踏んでるっていうこと何回も言うけど、マジで何回も言うけど無人で妨害踏んでるから俺。ああさあどうする。でリトルナイト効果、なるほど、はい、リトルナイト自身と、リトルナイト自身と何かを飛ばすという効果。さあどうする。あカライドね、オッケー。でその効果にチェーンしてリトルナイトが飛ぶ。もうリトルナイト自身とかでいいか、リトルナイト自身とシザーが吹っ飛んで、そして誰もいなくなった。そして誰もいなくなった。オッケー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 。あまりにも強い。きたこれ、オッケー。強ない。もしかして強い、もしかして強い。無人ティアラメンツホルス、ホルス無人ティアラメンツ、まあ訳してホル、無人親衛隊で、さらにシェイレーンの効果が発動して、ルルちゃんを出しに行く。よいしょまあちょっと無人どこってなるけどね、最終盤面自体は。ただ何回も言うけど、マジでこの無人つくよみで相手の妨害踏んでんだから俺。ああでリトルナイト戻ってきて、はいはい、と殴ったら勝てんじゃないですか、さすがに。ぶち殺すいけ。これでうわっうわうわこれが無人親衛隊の力じゃボゲー。ま最終盤面に無事はいねえけどな。
まあ悪くはないかな。ペルレイノとか通ればまあ結構いける可能性あるか。トリクネから入ってウララ打たせてペルレイノからシェイレーンでグリーフからキトカロスみたいな動きしていけば結構手数は出るんじゃないかなと思いますけど、ゼンマイティ、はい、やばいですなるほどね、やばいです。おー、ヤカオムブです。これドリアードで何するんだこれ。レスキュードクロオパールギータス、んー、わからんな。よくわからない展開が起きているが、ジーランティスか。なるほど、これ出し直しってことね。なるほど、はいはいはい、なるほどですね。で水晶ドクロでバーンダメージ入る、ガーディアンスライム、なるほど、ダメージ受けたから特殊召喚、なるほど。何がしたいんだこれマジでわからない。でガーディアンスライムリリース、ゴッドスライムあ、対象耐性、攻撃対象耐性と、対象耐性が他のカードに付与されるって、まあ、ゴッドスライムも強いんですよね、効果自体は。イニシエの呪文の効果発動してラーの抑止竜がどっか、サーチされる。おい待ってくれ、またこれで差しされるのか。リンゴブリムとクリッターで暴天荒、こっからまだソリティアすんのこれ。やばいことしようとしてない。暴天荒の効果デッキから流星カードって、いやどうぞどうぞ。ジョクトね、はいはいはい、ジョクトと、クリッターでかつて神と呼ばれた亀やばいやつ察してんな、ガチでやばいやつ察してるわ。インフェルニティヘルデーモン、はあ、インフェルニティヘルデーモン何すんの俺。ちょ、暴天荒の方がリーフン出てきた、なるほど、やば、何されるか全然わかんな。ペンじゃない、何、ダークドリアード、かつて神と呼ばれたかこれがお互いに攻撃力1800以上のモンスターを特殊召喚ができないという効果をインフィニティヘルデーモンでターン終了時まで無効、なるほど。ってことは、今自分は展開できますよの、パターンね。なるほど、今私だけ展開できますよゲーミングね。でインフィニティヘルデーモンでなんかリフンで出てきたエンシェントフェアリーで紙芝居の塚破壊してオシリスの天空竜を、紙芝居の塚で、サーチしてくると何してんだこいつガチで、何してんだジョクト、はい、あ、そうか、あれか、あのなんかギータスから出てきたあのあいつのマイクだっけの効果で消化源増えてんのこれ、何草やばガチヤバムーブしてんじゃん。トークン出して、なるほど、トークンはチューナー扱いでできますね。トークンとエンシェントフェアリーで、遠征機してシャルルが出てきてなるほど、フェニックスギアブレード、何、最強装備魔法、宇宙最強の装備、最強の剣、これで、破壊してもらっていいですよ。あー、シャルル大帝ですか、なるほどですねなるほどですね。でシャルルを装備3500、やばこれちょっと魔法トラップカード一回無効にされますね。魔法トラップカード一回無効にされる前に、そもそもかつて神と呼ばれた神とかいうやつガチでやばすぎて突破できないかもしれないです。ちなみにモンスターを、攻撃表示で召喚した場合、ショーライダーが飛んできますね。でメタルシルバーアーマー装備されて、対象耐性がシャルル大帝以外に付与されで、オリビエの効果でモンスターの効果対象になっても全部対象取れませんね。これ全モンスターが対象に取れない。盤面を整理しましょう。今どういう盤面になってるかというと、ゴッドスライムで他のモンスターの効果が、効果対象できなくて攻撃対象できない。でシャルル大帝によって魔法トラップ無効で、オシリスの天空竜でなんか2000以下将来弾、かつて神と呼ばれた神の効果によってお互いに攻撃が1800以下のも以上か以上のモンスターを特殊召喚できないと、大体積んだかな大体積んだかな、大体積んだ気がするけど、まあ一回トリビカルマの効果使って、これ何持ってくればいいの、トリビカルマで、まあ、何持ってきても特に何も起きない気がするけどな。これ何を持ってきたらこの場面突破できますかって話なんですけど、
何が起こせんのこれ。まあ、そもそもさ、1800以上のモンスター特殊召喚できなかったらティアラメンツ融合が通らなくね。あのなんかあの亀をさなんとかするしかないんだけど対象取れないんだよね。この白雪召喚しても裏趣味できねえしな、無理じゃねえこれ。グリーフ打ったところでガチで何も起きないぞマジで。ハウクニス特殊召喚します。まあ何でも墓地送ります。ハウクニス効果発動できませんだもんね。無理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 だわ。ちょっとカメ強すぎ、ワロタこのゲームカメ、うわしかもこいつしか殴れねえ。このゲームなんか大概カメ強すぎなません、画面シエルしかり。マジで最近カメ実況チャンネルになってる草なんだけど、やばすぎ。